首都高速の大規模な改修をめぐって、国交省の検討会のメンバーが地下トンネル建設工事現場などを視察しました。国土交通省は老朽化する首都高速をどう改修すべきか専門家を交えて検討を続けていて、これまでに道路を地下トンネル化する案などが出されています。これを受けて検討会のメンバーでファッションデザイナーの越野純子さんらがトンネル工事が行われている品川線や、 トンネルと高架部分が連結している目黒区の大橋ジャンクションを視察しましたまた地域の開発と高速道路をどのように一体的に進めるかなどを踏まえ川を埋め立てて作られた京橋出入り口付近も見て回りました